速道路に移しました。コンフォートなのリアジは変わらず、特に印象に残るのは直進安定性が高いことです。ボディがしっかりした分、サスペンションがしなやかになった分、快適性と、安定性、安心感が高まったといえます。今風が強く横風が吹いてるんですが、大きく振られることがなく、まっすぐ走る、そういった安心感も、ポイントだと思います。これから本線に合流しますが、パワーの目に関しても何ら不満はありません。こうやって踏み込みますと、力強いパワーが出てきますので、こうして合流も難なく、ストレスなく不安なく、合流することができます。際に試乗しました。東京から、約100キロぐらい離れて、海のある海岸線まで来ましたが、こうしたドライブがとても気持ちいい、そんな車に仕上がっています。特に印象に残ったのは、ボディ剛性が高められたこと、車種がしなやかになったこと、そういったことによって走りの質感が高められたことです。それは安心感につながるものであり、どこまでも走っていきたくなる、そんな魅力を、多く備えたモデルで仕上がっていました。